ちょっとこうでもボケるシーンありますよ。さあ裏に抜けた、前を向いている、クロスシュート、追加点しましたね。大分トリニータ小手川幸輝、今シーズン初得点、これで4点目。まあ、今のシーン見てもやはりこう長い距離走った選手につききれてませんからね、足止まってますよね完全に。こちら追加点のシーンです。今日は増田さん、この右サイドからの得点というのが、結局安田のところが最後突き切れてなくてやられているシーンが何度かありますから、はい、この辺の守備の部分ですよね。この三平のパスも、ね、うまかったですけど、小手がよく合わせましたね。